羽生結弦さんのプロ転校後、初の単独アイスショーが11月4日、金曜日、横浜で開幕。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケーター羽生結弦さんのプロ転校後、初となる単独アイスショーが11月4日に横浜で開幕することが決まりました。ショーのタイトルは、羽生さんが悩み抜いて、プロローグ、助賞と命名しました。 長い選手生活を経て、プロとして歩み出した物語の始まりへの思いが込められています。羽生さんが一人で演じきるため、体力づくりにも取り組んでいるそうです。公演のコンセプトやステージ構成のほか、ロゴデザインなどにも自ら携わりました。読売新聞美術展ナビ編集班、羽生さんのコメント、これまでの僕の歴史やスケート人生そのものを感じていただけるようなものを、 という思いからアイスショーを企画しました。初めて僕一人で全てをやりきるアイスショーになっています。タイトルは、プロローグ。これから、いろいろな物語が紡がれていくといいな。このアイスショーが、その物語のプロローグとなるように、という思いとともに、全力で向かっていきます。講演概要、横浜公演、公演名。東話薬品。プレゼンツプロローグイン横浜日程。2022年。11月4日。 金曜日18時開演5日土曜日14時開演会場ピアアリーナ MM 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目八戸公園公園名プロローグイン八戸日程2022年12月2日金曜日18時開演3日土曜日14時開演会場フラット八戸青森県八戸市大麻うるいちあざ腰ゆうしたさん詳しくは 公式サイトへ、羽生結弦さん。公式 SNS 解説から20時間余りでフォロワー25万人突破。フィギュアスケート男子で五輪に連覇し、7月にプロに転向した羽生結弦さん27。ANA が30日未明、公式 Twitter と Instagram を開設したアカウント解説から約20時間後の同日午後9時過ぎ時点で、Instagram のフォロワー数は14万8千人。 ツイッターは10万4000人と両アカウント合計で25万人を突破した。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よ